皆さんこんにちは。こんにちは。スーパーのキャベツが安くなってきたね。言われてみれば春キャベツが出回る時期ね。春のキャベツは水分を多く含んで柔らかいんだって。だからサラダや浅漬けに向いてるらしいよ。この流れだと今日はサラダかしら。惜しい、今日はこれなのだ。生でも漬物でもなくホイコーローじゃない。まあいいわ。麻婆豆腐に続いて2つ目の中華料理かしら。そうなのだ。ホイコーってのは鍋で調理したものを一度取り出し再び鍋に戻す調理法なのだ。それを肉でやるからホイコーローってわけね。キャベツやピーマンを入れるのは日本のアレンジなんだって。本場のままだったら今日は別の料理になってたわけね。まずは今日の主役ホイコーローの素を見ていこうか。主役はキャベツじゃないのかしら。当然のように黄色のトップバリューを出してくるわね。タンポポみたいに優しい色をしてるね。だから視聴者の方に毒されてるって言われるのよ。材料は豚肉、キャベツ、ピーマン、ネギ。難しい材料はないわね。作ってるのは清水食品株式会社だね。略して SSK だそうだよ。電車で静岡に行った時看板があったような気がするわね。じゃあ調理の方に移るのだ。今日使う材料はこちらになるのだ。あれ、ピーマンはないのね。買い忘れちゃったのだ。苦いからなくてもいいんじゃないかな。ホイコーローの素はいくらだったの？97円なのだ。100円を切ってきたわね。清水食品さん、私信じてるわよ。実は後で調べてわかったんだけど、トップバリューの赤いやつの方でさらに安いのがあったのだ。まさかの逆転現象。これは黄色が3から4人前に対し赤は2人前だから、実際は黄色がお得なのだ。状況で使い分けするのが良さそうね。まずは下処理から。キャベツを一口大に切っていくのだ。割と多いわよね、一口大に切るって表現。あとは食べやすい大きさに切るとかあるね。こんなの好きなように切ればいいんだよ。今回は4から5センチの四角にするのだ。よし、できた。次はネギね。1センチ幅の斜め切りだって。オッケオッケ。切りやすいようにちゃんと揃えて。そい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 。よし、できた。これがたまに出てくるスペイン産の豚肉ね。バラスライス 100g 167円なのだ。キャベツに合わせた大きさに切っちゃおう。よし、オッケー。おっと、肝心のこれを見せてなかったのだ。美味しそうなパッケージ写真ね。ホイコーローの素は初めて使うからどんな感じなんだろう。思ったより簡素なんだね。牛丼とかこんな感じよね。フライパンを新しいのに買い替えたのだ。これもトップバリューなの？トライアルで買ってきたのだ。トップバリュー製のフライパンってあるのかな。じゃあフライパンを温めていくのだ。うん、大丈夫だね。サラダ油を適当に投入。新しいフライパンはいいわね。安心感があるね。まずはキャベツを炒めていくのだ。本当ならここでピーマンも入れるのね。買い物に行くまでは覚えてたのに、うろうろしてたら忘れちゃったのだ。割とよくあるわね。さっと炒めるってあるけど迷うわよね。説明書きには炒めたキャベツを最後に戻し入れて馴染んだら完成ってあるから、今日はしんなりするくらいまで炒めようかな。歯ごたえが楽しみたい人はもっと早く出した方がいいわね。うん、いい感じになったのだ。じゃあキャベツを一度取り出すね。日本アレンジだと肉じゃなくキャベツを戻し入れるのね。じゃあ油をまた入れまして、豚肉とネギを炒めていくのだ。下味はつけないの？説明書きには特に書いてないから今回はそのままでいくのだ。このあたりはアバウトなのね。新しいフライパンは絶好調ね。全然焦げつかないのだ。これいくらで買ったのかしら。2750円なのだ。あなたよくこの使い方するわよね。一枚一枚剥がすのが大変なのだ。よし、ネギを投入なのだ。バサッと入れたわね。
よしオッケー、一度火を止めるのだ。ここでホイコーローの音を入れるのね。どんな感じなんだろう。そこの方で黒いのがドロッとしてるのが見えるわね。これは味噌かしら。中国のお味噌だね。これを全体に混ぜるみたいだね。うん、いい感じ。これで完成でもいいわね。ここでまた火をつけて炒めるのね。材料には火が通ってるから軽くタレを温める感じでいいのかな。よしよし、ここで炒めたキャベツを戻し入れるのだ。キャベツにタレが絡んだら完成だね。あともう少し。だいぶホイコーローっぽくなったわね。よし、完成なのだ。よし、今日も山崎春のパン祭りでもらった白いお皿に盛り付けるのだ。あなた本当にこのお皿好きね。じゃあ実食に移るのだ。いい感じにできたじゃない。見た目は上々だね。問題は味なのだ。麻婆豆腐は2倍だったけど今回は適量。どうなるかしら。本当なら最後に味見をして調整するのがいいんだけど、本来の力が知りたいから味見なしで作ってるのだ。ではいただきます。はい、どうぞ。どうなのかしら。む、む、ちょっと待ってね。もうちょっと食べさせて。ああ、なるほど、わかったのだ。味がぼんやりしてるのだ。旨味が足りないってこと。旨味はあるんだけど、ふわっとしてるというか、もやっとしてるというか、締まりがない味をしてるのだ。多分辛みか塩気が足りないんじゃないかな。七味をホイホイホイっと振りかけて。これでどうかな。うん、かなり良くなったのだ。ちょっと辛みが足りないんだね。豆板醤とか入れると良さそうなのだ。これもトップバリューにありがちな一味足りない系。最後の味見で塩コショウ、辛味調味料で味を整えればいけると思うのだ。むしろお子さんや辛いのが苦手な人はここで止めちゃえば完成だし、こんだけいろいろ味噌をちょい足せばいい感じになると思うのだ。あなた最近それ好きね。万能調味料だからね。そうそう、星評価はどれくらい。星4かな。これ単体で味がビシッと決まれば星5だったんだけどね。ホイコーローって甜麺醤や豆板醤を使うみたいなんだけど、調味料を揃えても中華料理をそんなに作らない人は余らせちゃうと思うから、この素を使った方が安上がりだし楽だと思うのだ。私ふと思ったんだけど。何かあった。ホイコーローって献立いろいろ味噌で作ることはできないのかしら。え、だから献立いろいろ味噌で。オッケーオッケー、今日はもうおしまいなのだ。それでは皆さん、ごきげんよう。あ、逃げた。また見てくださいね。